兵庫県の自動車専用道路姫路バイパス。運転していると見えてくるのが姫路サービスエリア。この駐車場である問題が。川崎新平記者、平日の午前6時半ごろです。交通量はそこまで多い時間帯ではないんですが、たくさんの車があることが分かります。駐車場にずらりと並んだ車、エリア内を覗いてみると不思議な光景が。川崎新平記者、サービスエリアにはレストランやコンビニがあり、トイレも設置されています。平日の朝ということもあって、利用客はおよそ10人ほどでしょうか。しかし駐車場を見ると100台以上の乗用車が止まれる駐車場がほぼ満車状態となっています。客はまばらなのに広大な駐車場は満車状態に。一体どういうことなのか様子を伺ってみると、川崎新平記者、車を止めていた人が中から出てきました。誰かを待っているんでしょうか。自分が乗ってきた車の前で立っている男性。しばらくすると川崎新平記者、今一台車がやってきて、男性が助手席に乗り込みました。このまま出発するようです。男性が乗ってきた車はそのまま放置される形になりました。取材を続けると、駐車場に車を置いたまま他の車に乗り込み、どこかへ行ってしまう人が次々と。こうして置きっぱなしにされた車が異常な混雑を招いているようだ。車を置き去りにしようとしている人に話を聞くと、急遽はどちらに。運転手、兵庫県相生市。急遽はお二人で。運転手、そうです、急。車は肩々置いて。運転手、すぐ戻ってきますけど、ちょっと友達に会いに。また別の運転手にも話を聞くと、急どこに行く。別の運転手、仕事に。急別々の車に乗ってこられた。別の運転手、はい、あそこに自分の車は駐車している。使い勝手がいいから、それぞれが自分の車で集合し、1台に乗り合わせてから目的地に向かう、いわゆる相乗り。姫路サービスエリアはこの相乗りの集合場所にされてしまっているようだ。